ミューティーでーす。はい、今日はですね、はい、どこに来てるのかというと、はい、これこうは糸満、うん、塩崎、沖縄の那覇空港のもう少し南側です。あ、なるほど、はい、見てくださいこれ海やばい、今日めっちゃ青いんじゃん沖縄の私たちでも超感動、今日いやなんかロケ日和っすよね、たまたま、はい、ということで、はい、新企画です。おはい、ビューティーチャンネル滞っておりましたが新企画を立ち上げました。何？ちむどんどんっていう NHK のドラマがやってるじゃないですか、はいはい、で乗っかりまして、乗っかっちゃう、もちろん乗っかります、あ、沖縄中が乗っかってますので我々も乗っかります、はい、沖縄の、はい、おじいおばあは、はい、三振のカチャーシーの音が鳴ったら、はい、本当に踊り出すのか、いやそう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 っていう何検証？検証動画ですよ。自分は気になる。自分はね、観光客の皆さんに、うん、こう演奏中にね、はい、この MC で必ず言ってるんですよ。はい、沖縄のおじいおばあはこの音が鳴ったらもうすぐちむどんどんしてから、そうそう、踊り出すんだよって、そうそう、でも本当なのか果たして私はすぐ踊ります、はい、あの私たちって沖縄県外の方の前で演奏するさ、はい、よくね、よくやってます ねで県外の人は踊るより歌うんですよ、はい、イーヤーサーサーとか、ー一緒にナダソーソーとか、なるほど、でも沖縄の人は歌うより多分踊ると思う、踊る、多分これはでもすぐ分かるわ、これは第1弾、ね、まず今日塩崎から始めようと、そうだね、これ沖縄中を巡ろうと思います。嘘聞いてないいや検証だから、うん、まずやって、ということで、はい、早速行ってみましょうかね。ここ今誰も通ってないけど本当にまず人がいるかどうか、まず人がいるのかどうかまず探してみます。いい、歩いて行ったらいるんじゃないかなとは思うんですけど、皆さんも海が気になると思いますけどちょっと海も見てみる。まあまあまあ、どうぞどうぞはい、3、2、1、はい、OK、 はい、OK です。はい、行きたいと思います。ちょっと、はい、あそこの陰に一人おじいさんがいるんですよ。はい、検証したいと思いますちょっと聞きながら歩いていきましょう。一人目踊りませんでした多分だけど一人は踊らないと思う。なるほどね、仲間がいるとね。そうなんです、スズメもね仲間がいると歌い出す。あ、なるほどなるほどちょっと朝だからか、人少なめですかね。いや、昼に向かってるので多分もうみんな昼ご飯に行くと思うんですよ。あー、ちょっとここで弾いてたら集まる人もいます。なるほどなるほど、多分引いておいてみるか、歩いて人を探してみるか。なるほど、どっちかなんですよね。そうだと思うんですよね。いやー、場所かな、多分様子をみんな見るんですよ。ちょっとね、今ね、南部の方は多分様子を伺って、あ、なんか三振の声聞こえるなーって通ってみるって思ってるんですよ。人がね、いないのかなーと。マーシー、アミー、アヤマミドレー、もっと感情、あれそれでは踊れないせいは踊りませんでした。はい、ということでですね、はい、
さっき潮崎の海にいたんですけども、うん、全然人がいなかったので、もったいない、超いい景色だったけど、やっぱこの暑い時沖縄の人出てこないからね。なんかもう検証とかできるような人数ではなかったので今のところ潮崎でゼロです。三振を引いて踊ってくれた人はゼロでした。もう一回この人がいそうな時間帯に、こう涼しい時間帯に多分出てくると思う。リベンジね、リベンジしましょう、今度、うん、でということで、うん、せっかく天気がいいんで、うん、ちょっと近くのね、うん、ここはファーマーズ、うん、糸満おまんちゅう市場にちょっと来てみました。こっちなんか美味しいかまぼこ屋さんがあるんですか？そう、美味しいかまぼこ屋さんがあるから、そこにちょっとなんか爆弾っていうのがあって、あれでも買って食べながらちょっと三振、そのベンチに座って弾いていいですかって頼んでみようかなって思って。なるほど。ちょっとじゃあ検証は今日は一応ゼロかもしれないんですけど一応さ、かまぼこ食べながらですね、かまぼこ屋さんの前でチラッとチラッと弾いてみたいと思います。試しにね、はい、行ってみましょう。はい、レッツゴー踊るはずよ。そうですね、もう5年5年、もう6年ぐらいになるんじゃないですか。私がこっちでアルバイトしても3年になりますからね、はい、あ、そうなんですよ。なりますよ。え、ちなみにこの三振とかなったらちむどんどんしますか？もうちむむどんどん、胸どんどん、ちむどんどん、ワクワクなります？ワクワクしますね。楽しいです。ぶっつけ本番なんですけど打ち合わせなしなんですけど、めっちゃノリがいいんですけど楽しいですね。やっぱ本音、ね、生きがい感じます。生きがい、うん、長いこと会社演してた、自分言ってたけど、定年して辞めて、お姉ちゃん赤字とかやってごらんって言われて、それでできるかねと思って、まあ、この性格だから楽しく、もうお客さんともね、お友達になったりして。じゃあ、今まではあれだったんだ、なんか事務とかやってて人と関わることしてなかったんです？いや、逆に結構ね、事務員でも事務所の中で、事務所の中だけど、いろいろとまた伝票届けに行ったり、へで銀行行くでしょ、事務員だから、はい、でも今はもう毎回違うお客様が来るさ。そうなんですよ。あの時は楽しいです。はい、もう毎回違う方と喋って、 それも楽しい、はい、だから人生ってね、人生って分からないです。私はもうこれ、あれ前の、この事務職しかないんじゃないかなと思う、はい、私には向いてないと思ったんだけど、やっぱりこういう仕事があってたんです。本当は元から本当はよ、こういう お店、はい、皆さんがあってたんだ、そう思います。楽しいですよ。じゃあこの事務職は何年ぐらいこうやってたんですか？あれは17、8年やってました。17、8年やってお声かけされて、じゃあまずやってみようかなって始めたこの売り子のバイトが今めっちゃ楽しい。私はね、もうとってもね楽しいんですね。すごい。だから本当は私はこういうのが向いてたんかなと今さら。でも私たちも同じですよ。あ、初めから音楽じゃなかったんですよ。はい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 。いつ人生変わるか分かりませんよね。そうですよ。なんか人生っていうのは自分でね、自分の仕事っていうのは、いやいやながら仕事して働いてお給料をもらうよりも、自分の人生楽しい、自分が合ってる仕事
今度は見つけて、例えば保育保護さんとかね、うん、教員関係、公務員関係でしょ、うん、そういったとか販売関係とかさ自分であったのを選んだらね、とっても生きがい感じて、すごいいいと思う。やばい、こんな話が聞けると全く思ってなかったから私があの人生こういうのになって思ってるんですね。私たちも同じなんですけど、楽しいことやってる人やっぱ目が違うね。いつもよ、あの明るいねって言われてますよ。ありがとうございます。かまぼこめちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。あ、いつもさ、あの爆弾っていうのがあって、それがいつも売り切れてて、今度あの神谷さんで行っときましょうね。行っときてくれ。だけど今日買ったのはなんとここにある私は野菜串。そうですね、めちゃめちゃ柔らかくて美味しい。今紅生姜串食べちゃった。もう 串だけになっちゃった。面白い方だったね。私たちも音楽で生きていくとは思わなかったけど、あの方もまさか商売して生きていくとは思わなかったって。そんなことあるんだね。今日ですね、さっきあの塩崎の海に行ったんですけど、はい、全然人がいなくてですね。そう、多分さ、暑いと沖縄の人は外に行かないんですよ。多分朝とか夕方に行くとめっちゃいると思います。こちらは糸満の、ここは糸満の JA ファーマーズの一角で、こうケージングアっていうかまぼこ屋、はい、どうぞ。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。前のベンチです。前のベンチで食べながらまあちょっと三振練習しようかなって思ったら、まさかめっちゃ乗ってくるから。じゃあもうちょっと時間的にはですね、また土日に行きますか。土日に行きましょう。こんにちは。そうですね、土日来てくださいよ。ありがとうございます。楽しかった。今日はということで、検証結果はですね、一人。じゃあ、あの結びにちょっと、はい、カチャーシーでカマボコがケーキ漬け。じゃあ、高年温度、うんちゅうぬな伺ってもいいですか。あ、ひろみです。ひろみです。ひろみ姉さん、いっぺんにぺーデービル。ひろみお姉さんですよ。皆さん、かまぼこ屋に来たらひろみお姉ちゃんに会えます。ありがとうございます。ひろみ姉ね、ひろみ姉ね、ひろみ姉ね、すいません。ありがとうございます。ひろみ姉ね、こっちさびたん。いやいや、ありがとうね。楽しかった。沖縄の人は三線の音で踊るのか。今回の検証結果はこちら。踊る1、踊らない7。高評価が多かったらシリーズ化していきますので、高評価、コメント、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。